でいらっしゃいます。お疲れ様でした。フランスのスポーツカーメーカー、マトラ社というのがありまして、もともとはミサイルなどを作っていたメーカーなんですが、このマトラ社がルネボネというスポーツカーのメーカーを買収して作った、車がこのマトラボネジェット、この1965年式ですが、世界で最も最初にミドシップの市販スポーツカーを作ったのがこの、ルネボネということだったわけですね。この車だったということですね。この車、エンジンは車通ります。車通ります。お下がりください。はい、お下がりください。車通ります。車通ります。